分岐 D 経路。世界は選択によって変化する。ゼロが選ぶ未来がもたらすのは破滅か救済か。その最後の分岐は山の国から始まる。自分でもその欲求に気づいてるんだ。え？何のこと？君が私たち歌うたいをどんな目で見てるか知ってるぞ。そんなことないよ、そんなことないよ。いいんだ、そういう風にできてるんだよ、リュウシュは。おしゃべりはおしまいだ。行くぞ。最後の戦いだ。王様は渡せんぞ。
どいつもこいつもボーボーって。うるさいな。あんなかまとと女のどこがいいんだ。歌姫だ。なぜ歌が敵になるんだ。その汚い腹で王様を汚すな。そんなにボーが好きなら一緒に死んでやれ。ゼロ様の援護無理だよ。ほうほうほう、戦闘態勢に至れないとはワルデロジのバナナのようですな。うっせえなクソジジ。自慢のマジ。自慢のマジックバナナを切り刻まれろ。勝手に興奮するな、バン。大丈夫ですか、ゼロ様。だいぶお疲れのご様子。気にするな。大丈夫。あら。
体の魔力が高まっておりますが、私の見立てではその花はゼロ様のお命を。行くぞ。ゼロ様は隠しておられますが、あの花匂いますね。花は匂うのでしょう。どんな花でも。ほうほうほう、その匂うではなく野心ということです。もしかしたらあの花はゼロ様にとって。あ、わかった。わかりましたか。ええー、わかりましたよ。あれはおしゃれですね、確実に。あ、でしょうな。戦いに集中してください。これが終わったら。これが終わったらぶっ殺す。絶対あいつぶっ殺す。呪いの歌姫だ。逃げろ。許すまに、許すまに捨てろ。そうだ、王様があんなことになったのは全部ゼロのせいだ。覚悟はしていたが、なかなかきつい旅だな。そりゃ覚悟が足りなかったね。考えてもね、あのゼロとの旅だよ。確かに、残殺に次ぐ残殺。喜んでる。嘆いているのだ。歌うたいを全員殺せたとして、その後ゼロ様はどうされるおつもりか。Yeah!
フォーはこの先だ。